どうもこんにちは、三浦です。ゼルダ無双やっていきたいなと思います。今年末の大晦日に撮っているんですけども、武器、リンクの武器って剣とかいろいろあるんだけど、木の枝とかモップとかですよね。今回は、大掃除という、大晦日の大掃除ということで、このモップを使ってラスボスたちとね、戦っていきたいなと思います。レベル30が上限のマックスなんですよ、武器に関しては。で、木のモップこれ、マックスになったんでね。はい。ちなみに攻撃力に関してはマスターソードの一番、鍛えまくって120が、最高の攻撃力なんだけど、モップは半分以上の66まで出てるんで結構強いよね。まあ今撮ってんのがたまたま大晦日なんで、まあちょうどいいかなと思って、コスチュームもねちょっと変えてきて、掃除のおばさんみたいな感じにしてきました。始める前に料理を食べていって、能力をちょっと上げてきました。ちょっとどころじゃないね、これ。ダメージが 22% アップと、ハートが半分になっちゃうけど、でも全能力 15% アップつけてるんで。はい、ということでやっていきましょう。それじゃあやっていきます。さあ、槍を装備するとですね、今モップを装備してるけど分類上は槍なんですよね。見た目が、槍を装備するとですね、見た目が変わるだけじゃなくて、ちょっといろいろ変わることがあるんですけど、例えばですね、このキャラクターアクションっていうのは ZR であるんだけど、槍を装備してるときは敵に向かって突進突きっていう攻撃になるんですよね。片手剣のマスターソード装備してるときは ZR の攻撃、また違うものなんだけど、さあこれ1回目のスマッシュかな。なんか無駄にかっこいいよね、スマッシュ。マスターソードのスマッシュよりかっこいいんじゃないかなっていう。さ、これ上からなんか降ってくるんですけど、爆弾投げてるときはリンク 無敵状態になるんで、僕はいつもこうやってさっきの攻撃はしのいでます。すげえ戦うとこ狭すぎなんだよな、ここ。あれ、ちょっとなんか挟まってんな。どういった、広いところで戦っているようで、木の枝とかマジであるから、すんげえ戦いづらい、ここ。あー、まっ、スマッシュ入ると思った。やっつけんのに、あー、まだ残ってる。今完全にやっつけたのかと思った。よし、やっつけた。さあ、お次は炎のカースガノンっていうめっちゃ苦手なやつ。一気に間合いを詰めてくる、攻撃してくるんで、すんごいちょっと苦手なんですよね。あっと、この攻撃、これいつもちょっと食らっちゃうんだけど、浅かった。
うわー、スマッシュ入らないかな、これ。爆弾で、いけるか。よし、いった。カースガノン4体出てきて、その後に憑依ガノンが出てきて、最後薬剤のガノンなんだけど、これもしかしたらノーダメでいけるかな。どうだ、厳しいかな。今んとこノーダメできてるけど、よし、次は水のカースガノン来た。どこだ。うわー、食らった。ノーダメでやっつける夢はちょっと破れたな。もうまさか水のカースガノンでダメージ食らうとはな。でも結構水のカースガノンって攻撃範囲広いから、ノーダメでやっつけるのを考えてみたらちょっと難しいかもしれない。ダメージ食らっちゃったけど、でも順調に来てるかな。うおー、すごい。オッケー、これでもう倒せる。よし、最後の雷のカースガノンだ。次雷のカースガノンはちょっとね、ダメージを半分以下にすると変身するんですよね。3体に分かれるんで、その時どうやって戦うかだよな。1体だったらもうなんてことないんだけど、この素早い動きをしてくる雷のカースガノンが3体になるから結構厄介になるんだけど、まあ、一番いいのは分身した時に、その瞬間に必殺技をぶちかませば、あー、いやー、必殺技溜まってなかった。本当だったらこの時に必殺技をぶちかませば、分身の方は一撃でやっつけられるんでね、今の攻撃力だったら。技溜まれ、後ろが来てた。オッケー、さあ分身やっつけたね。うわー、ダメージ食らう。
さあこれでカースガノン全部やっつけた。次は憑依ガノンだね。こいつはあの他のガーディアンと一緒でレーザー撃ってくるんで、あの僕はあのガーディアンのレーザー避けるのすごい苦手なんですよね。これ食らわないかちょっと不安。これでも槍を装備してても一応ガードできるんで、ガードでかわすのが、ガードで受けるのが一番いいかな。あー食らう、おー食らう。厄災ガノンのこと考えるとこれ以上ダメージ受けられない。よし、さあこれは上から降ってくるやつだ。さあやっつけた。この時点で、9分30秒約 10分かな来た。ちょっとこいつはさすがにもうちょっと広いところで戦おう。なかなか来てくんないな。向こうもなんか間合いを取ろうとしてるね。あーなんだよもう、もっと広いところで戦いたいのに。なるべくこっちの方にちょっと誘い込む感じで。あまり誘い込めてないような気がするけどな。ああ食らった。よし、これ何回スマッシュぶち込めばいいのかな。全然削れないよね。他の敵はスマッシュ打ち込めば、他の通常攻撃とかのダメージ増して半分は削れたんだけど。よし、
よし、これでようやく半分じゃない？ガノンの、ヒットポイント半分以下にしたんで、ちょっと攻撃パターンがちょっと変わってきた。カースガノンのなんか攻撃みたいなのするんでね。これが炎のカースガノンでしょ、きっと。うわこれが水のカースガノンかな。これが風。うわー、食らった。雷がよくわかんないけど、まあいいや。ようやく必殺技もちょっと溜まってきたぞ。さあこれで決まるか。どうだ。あー、いった。いやー、結構大変だった。ノーダメどころじゃないね。結構食らってたな。結構食らってしまったな。お、武器めっちゃ手に入った。本当はノーダメにこだわって1時間半ぐらいプレイしてたんですけど、ちょっと途中でノーダメクリアは無理そうだと悟ったんで、ちょっと諦めました。しょうがないのかな。うん。今回モップで戦ってきましたけど、おそらくね、リンクの使える最弱の武器ってこの木の枝だと思うんですよね。木のお玉も結構いい勝負してるけど、いや、さすがにこの木の枝すごいよね。これをちょっとね、レベル30まで、最高レベルまでやって、ちょっと薬剤ガノンこれで倒せんのかな。これね、今度ちょっとやってみたいなと思います。はい、ということで今回ここでおしまいにしたいなと思います。